岩鏡は岩梅海岩鏡族の常緑の多年層。高山植物の一種ではあるが、実質的には低山帯から高山帯まで幅広く分布する。茎は細く地を張って茎の先に葉が束製する。葉は厚く光沢があり、葉芯は円形で長さ幅ともに3から6センチメートルになり、先は円形、または高三角形で、 頂部は短く尖り、円は尖った教師があり、基部はわずかに、心形となり、長い傭兵がある。葉の基部の側脈は一箇所に集まる。下記は4から7月。束生した葉の中央から高さ10から20センチメートルになる掛けを伸ばし、先端に3から10個の花を相乗過剰につける。花は、淡紅色。学編は5個で、列編は長大円形。果敢は、 傾 1>, 1から1.5センチメートルになり、ロート上で5列し、列片の縁はさらに避ける。湯水5個と短い仮湯水5個がある。滴水は1個。果実は、計算から4ミリメートルになる休憩の果てとなる。北海道、本州、四国、九州の鉱山帯から山地に分布し、草地や岩場に生育する。和名岩鏡は、岩鏡の意で、岩場に多く生え、 葉に光沢があることから、鏡に見立てたもの。種商名ソダネスロイズは、桜草科のサーダネラ属に似たの意味で、サーダネラは、イタリア語のソルドに歯が似ることの意味。なお、ヨーロッパ原産で、日本で、栽培種として流通している。桜草科のサーダネラアルパインエルには、岩鏡騙しの和名がついている。生育地によって植物体の大きさに変異があり、小岩鏡、岩鏡、 大岩鏡という名が当てられているが、それらの中間型が存在し、変異も連続的で、類型分類では区別できないという見解がある。DNA 集団遺伝構造解析では、それらについて全く違いが認められないというが、有リストで標準とされているものについて、次に示す。ありがとうございます。